バイタルセンシングサービスへの展開と、座るだけ気持ちを見える化するってとこまで来たんです。2日前に風が分かるっていう、介護施設向けに振る舞い用とも十分スコープに入れてですね、究極のデジタルツインですよね。モノスコープ、どうもこんにちは、ものづくり太郎でございます。拍手、はい、はい、天野スコープでおなじみの天野でございます。よろしくお願いします。はい、拍手、よろしくお願いします。YouTuber と、まあ、半導体ですよね。そこに関係がある会社様とコラボをして、まあ、サービスだったり、まあ、会社を PR 一緒にしていこうと、そういう企画でございます。今回お越しいただいたのは、三井化学さんですね。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、今回ですね、まあ、サービスをいろいろご説明いただく前に、まあ、皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですね。三井化学さん、どういう会社だと。で、僕も今日ね、予習をさせていただいて、朝ですね、ホームページ見てきました。しかし、もうやってることめちゃめちゃ多いんですね。もうようわからんということで、まずは会社説明をしていただいて、はい、まあ、事業部の説明もいただいて、その後にね、サービスの紹介をいただこうと思っておりますので、まずはどうぞ会社のご説明をよろしくお願いします。三井化学の、新事業開発センターの澤と言います。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は私、澤とですね、はい、今日はサワーという名前堅苦しいんで、カズーでいきます。カズーさん、カズーと、はい、カズーさんですね。はい、で、この隣がですね、ゴリゴリの、電気オタク、はい、吉田ことヨシです。ヨシさん、ヨシです、はい、よろしくお願いします。カズーとヨシです、ね、カズーとヨシでお願いします、はいはいはい、でヨシのですね、皆さん、はい、ポケットからは、はい、何でも出てきます。おお、4次元ポケットみたいな感じで、とにかく半導体に関係するものは全部詰まってますので。すごい。まずちょっと、まあ、真面目に一応会社の広告をしてから、はい、そうですね、その後、まあ、今日持ってきたですね、はい、気持ちが見える化アプリ、今もすでに出てますけど、これ何でしょうかと。早くこの話聞きたいですね。そう、早く聞きたい。はい、じゃあ今日1時間じゃないですか。で、会社の説明55分ぐらいしてもいいですか。ダメダメ。2分でお願いします。2分。はい。で、はい、まあ、いろいろやって、もともと、まあ、三井化学と三井グループの、まあ、はい、化学会社で、総合化学なんですよね。もともとは石油化学なんで、まあ、原油からこう、いろんな精製して、もう眠くなってきましたね。ああ、大丈夫です。いろんなこうものにね、生成して、最終的には、まあ、例えば、レジ袋になったりとか、はい、車の、ね、ボディになったりとか、はい、パソコンの、まあ、半導体の部品になったりとかっていうしてるんですけど、はい、あまりこう、CM とかそういった広告で、うんうん、どんどんバンバン出してるような会社ではないんで、うん、まあ、あまりこう皆さん身近ではないかと思うんですけど、多分、今日の説明で一気に皆さんに迫ると思います。なるほど。はい、まあ、我々からするとすごい上流なので、はい、普段なかなか目にすることは少ないそうですよね。そうですね、はい、で結構ちょっとこう伝統的な感じで堅苦しいイメージから、はい、会社が大きく今舵を切ろうとしてまして、カズーとヨシーって感じですもんね。カズーとヨシーを始めですね、はいはいはい、全社員一丸となって緩くなろうとなるほどしてるところです。まあ、はい、いろいろ真面目にこう書いてるんですけど、はいはいはい、結局何が言いたいかというと、僕たちは変わりたいっていうことなんですね。なるほど。で、石油化学っていうちょっとこうオールドスクールなところから、うんうん、やっぱりこの半導体 IC っていうこうニュージェネレーションな感じのところにどん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 人や物をシフトさせていくって言ってるのが今三井化学です。なるほど、はい、もうこれだけでね、僕素晴らしいと思うんですよ、はい、そうです。なかなかその社員さんが変わろうっていうメッセージを言えるっていう会社がまず少ないんですよ今、うん、そうなんですね、うん、だからそこだけでもすごい共感しますよ。はい、はい、うん、じゃあどんな方向に行こうとしてるんですか。そうなんですよね、はい、これ11月25日にですね、はい、プレスリリースを行った資料の、まあ、2ページ目なんですけども、はい、まあ、これ一言で言うと会社の組織をガラガラポンとしてですね、4つの軸でいきますというのを歌ってます、はい。ライフ&ヘルスクソリューション、まあ、ウェルネスとかですね、まあ、まあ、そういった全般ですね、うんうん、っていうのが一つと、二つ目がモビリティ、まあ、自動車とかですね、はい、で、三つ目が我々が所属する ICT ソリューション、なるほど、まあ、半導体とか含む、うんうんうん、で最後にベーシック&グリーンマテリアル、最後の四つ目っていうのがいわゆる石油化学の上流のところになります。この4軸でいくということを歌ってまして、はい、実はこの3つ目の ICT ソリューションは今までなかった
事業の柱なんですよね。そうなんですね。なのでヨッシーもカズーもすごいニューなんですよ。なるほど。そういうことか。もともとは違う事業部というか違うセグメントにいらっしゃる、違うところに行って、はい、で ICT でもう会社でいろんなところにこうまたがっていたものを一つに、ドラゴンボールが散らばったんですよ。それを一個にまとめるみたいな感じで。なるほど。わかりやすい。はい。PPAP みたいな感じでまとめたのが ICT ソリューション。なるほど。はい、で次ですね、これもう最後なんですけど、会社の説明としては、はい、我々がやってるこの右側のこのバイタルセンシングサービスへの展開というのを今日ご紹介させていただきます。バイタルっていうのはまあ体ですよね。体ですね。はい、体のセンシングなんで、まあ測るっていうことで、あらゆるものを測ります。なるほど。はい。もうすっぱだかにされるので。なるほど。よろしくお願いします。やばいやばい。もうかなりすっぱだかで、さっきからストレスとか平常心とかリラックスを行ったり来たりしてますけど。前にも表示されてるのかな。でさ、ここに表示されてるんですか、ね。もうそこの、はい、ボードに表示されてるんで、ちょっとみんなちょっと恥ずかしいですよ。そうなるほど。わかりました。太郎ちゃんがずっとドキ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 してる。ドキドキ。これ本当に合ってんのか。はい、どうぞ。でこの事業の、まあ、説明をちょっと簡単にしますと、はい、これもともとこのフィルム状であったものを、はい、短冊で、まあ、細かく切って糸にしました、はい、でこれで、センシングできるべということで介護施設に持っていったら、はい、むちゃむちゃ測定結果が良かったんですね、そのベッドの上に人が寝てる寝てないとか、はいはいはい、心拍や呼吸といったその方の状態が分かるので、その介護士さんからすると、はい、そのガチャって入っていかなくても、うん、もうスマホで全部分かっちゃう。そっか。体から取れるから情報。体から情報が取れるので。こうしちゃえばリアルデータみたいな。リアルデータ。なので、うん、すごくこのコロナ禍の、うん、この非接触っていうキーワードでバッチリ来てる。そっか、はい。だから体のデジタルツインみたいな感じですか。そういうことです。すごいですね。はい、あ、すごい。なるほど、なるほど。なので、あ、ちょっとこのおじいちゃんよく寝れてるなとか、寝れてないなとか、はいはいはい、ちょっと朝機嫌悪かったら、じゃあ、前日どんな感じだったって見ていけば、だいたいわかるっていう。うわもう枕が合ってるか合ってないかまでわかっちゃいますね。わかっちゃいます。すげー。すごいな。で、それもそれで、まあすごいんですけど、はいはいはい、さらにすごくしたのが気持ちを見える化するってとこまで来たんです。うわ。うわ。どうしよう。もうストレスですよ。うん、常にストレス。実は YouTuber ストレス度高かった。めっちゃ高いですよ。最近痩せたとか言われてですね。大変なんですよ、結構。はい。でここからちょっとこの製品の、歴史をちょっとだけ、あ、もちろん最後に、はい、それ終わったらそっち行きますから。なるほど、はい、じゃあゴリゴリ電気オタクのヨッシーから、はいはい、お願いします。お願いします。紹介を受けました三井化学のヨッシーです。はい、歴史ということで、はい、簡単に1分ぐらいで。どうぞどうぞ。もともとですね、フィルムの開発しました、はい、フィルムっていうのは、うん、力かけると電気出すフィルムですね、うん、だけどそれなかなかこう使い道がですね、広がらなくてですね、よりお客さんが使いやすい形ということで、はい、細い線の中にそのフィルムを埋め込んだと、あ、でどういうものかっていうのをちょっと今回持ってきたんで、ちょっと現物持ってくの忘れてですね、ちょっと物ちょっとバラさなきゃいけないってですね、ちょっと、あ、いいですよ、それバラして、はい、こんな細いんですよっていうのをちょっと、ここにあるんですね、ここにあるこういう細いのが今お座りの、はいはいはい、座布団の中に仕込んでるから、それがなんかセンサーみたいになってるで、そうです、ね、でこれが引っ張ると電気が出ると、はい、非常に感度が高くて、ちょっと引っ張るだけでも数ボルト出ちゃうと、なるほど、優れものです。そこにトルクがかかると、はい、まあ、電気信号になっていくと、そうですね、それを受けて回路で処理して、うん、そこに心拍と呼吸を出すというものです。はいろいろ紆余曲折ありながら、ようやくこうやって皆さんのお役に立てるような形に今なりました。なるほど、はい、確かに今心拍数も出てますし、あと呼吸数もこれ分かるものなんです。肺から結構遠いじゃないですか、呼吸に伴う重心の移動で実は緩やかにこの歪みが起きてるんですね。あ、そういうことですか。その帯域の周波数だけ取り出すと呼吸数が測れるという、なるほどね、内容になってます、はい、ただそれだけだとこのストレスとか平常心ってどういうふうにそれを紐付けてるのかな、うん、そこが分からないんですけど、それはどうなんですか。そこはですね、はい、三井化学の得意としない領域なので、おうおう、そこはあるベンチャー企業さんとコラボしまして、そこはもともとですね、ノウハウを使ってこういった感性情報を出すこと、出す技術を得意とする会社で、ノウハウ系使うと一日中こうつけてらんないじゃないですか、ストレス高くなっちゃって、うん、でつけたことによるストレスも出ちゃうんで、いや、そうじゃなくて座るだけで心拍呼吸が測れますと、はい、そのデータをうまく AI 使ってですね、出すようにしたのがこのシステム、ピエトラエモーションアプリになります。なるほど、はい、過去のデータでこういう傾向の人はストレスを感じてい
いることが結構多いから、おそらくストレス状態だろうみたいな、うん、そういう感じですかね。そうですね。これいろんな使い方センス、そうですね。自動車のシートとかですね、うんうん、あるいはアミューズメントとか、うん、お笑いの劇場とかですね、どんだけ受けてるかとかですね、そういったいろんな使い方ができるなと思って、うん、確かにもう今の状態が見える化できるだけでもかなりビジネス領域って広がると思うんですよね、うんうん、さらにその心理状態、はい、例えばトラックの運転手さんがどうなのとか、でそこで法令化してどういうふうに測ってこうみたいな感じになれば、うんうん、絶対こういうのって有効だし、新しい市場ができてきますよね。確かに、うん。これでもバチェラーとかでこれ出しちゃったらもうドラマが全く面白くないですね。そのバチェラー。こいつに、ローズ渡すなみたいな、もうすぐバレちゃう。もう全部ポーカーフェイクスが通じないので。通じないですもんね。これが説明でですね、はいはいはい、一応アイコンが7つに分かれてまして、はい、まあ平常心からね、リラックス、ストレス、イライラ、ポジティブ、ネガティブ、集中してると。おー。まあ7つに大きく分けてまして。なるほど。まあ、心拍呼吸を読み取って脳波データと紐付けて気持ちを推定すると、うん、もう座るだけっていうのがですね、こうミソなんですよね。なるほど、ね、特にウェアラブルとかでもなく、はい、もう座面に置いとくだけなんで、ご本人が気づかずにどん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 情報を吸い上げていってしまう、確かにいうもので、これ一瞬だけ集中って出たんですけど、僕だいぶ今集中してないんですよね、はい仕事中なんですけど、はい、集中が今ちょっと途切れてらっしゃる、途切れてらっしゃるんですね、うん、はい、これ下手するとストレスだったらまだいいんですけど、リラックスなんか出ちゃったりしたらもう、はい、そうですよね、この人ボケっとしてるんじゃないかちょっとこの辺は機械学習してますよっていう説明とかですね、うんうん、あとまあちょっと各種メディアさんにも取り上げていただいたりしてまして、はいですね、この真ん中の方がこのベンチャー企業の社長さんです、川原陽里社長というんですね、この方が結構この脳波の業界では引っ張ってらっしゃるという方です。で、今ですね、何しようかというと、はい、じゃあ何に使うねんっていうところを3つ決めてまして、はい、で1つがまあウェルネス全般ですね。うん、結構今テレワークの社員が多いと、やっぱ企業の人事の方の一番の悩みは、はい、社員の健康管理が全くできないんですよ。あ、確かに。で、最近調子いいかとか声をかけることもなかなか難しいし、はい、で心と体の、モニターっていうのは結構難しくて、うん、でもこれがあればですね、あ、ちょっとこの人声かけてあげた方がいいなとか、うんうん、ちょっとやばいなとか、これすぐうちに入れたいです、こういうの気がつかないとですよ、そうですよね、はい、サインがすぐ分かってしまう、はい、先に声かけれますよね。先に声かけれますよね。はい。っていうことは、まあ、これは突き詰めていくと、最終的には遠隔診療とかにも使えるもので、そうですね、はい、やっぱり病院の悩みは、さらにコロナ禍で患者さんが来ない、来れない。うん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 、でも、悪くなってから来るっていう、重症化してから来る傾向はやっぱ非常に強まってまして、うんうん、そうすると、やっぱ普段からやっぱ見てないとわからないんですよね。うんうんうん、なので、まあ、普段からそういった健康状態、心理状態をある程度病院側もモニターできれば、うんうん、もっともっと事前にアプローチできる。なるほど。これすごいですね。ちょっと困ってそうな人に早く気づけるっていうのが1個目の柱です。確かに。だってこれあれですよね、ビジネス的に言うと、今まで病院とかって病気を治すところだったじゃないですか、はい、そうではなくて、でも病気の人って実際そんな多くないから、はい、これって健康な人をモニタリングするシステムだから、はい、僕ら全員が対象になるってことですね。対象になります。そうです。これはビジネスの広がり方がもうえぐいですね、はい、で多分自分自身でも風邪ひいてから薬っても遅いんですよね、はい、そうですね。だから多分2日前ぐらいから予兆が必ずあるんですよ。はい、ちょっとこう息が浅くなってきたなとか、はいはいはい、まあ、飲み過ぎの日が続いてたらですね、やっぱこの辺不調が体としては信号出してるのに、はい、本人が気づかないままそのまま金曜日も飲みに行っちゃうみたいな。なるほど。で土曜日に寝込むみたいな話。なるほど。うわ、これもうすぐください。いや本当そうですね。はい、実際これどうなんですか、今の実ビジネスとして、はい、展開としてはどこまで、はい、言ってるんですか。まだ実ビジネスはこれからなんですよね。あ、なるほど。なのでここで説明してる今はマッチングしてる、今出会いが欲しい、なるほど、ので今ここに来てるとなるほど、ということなんです。これ皆さん絶対見てった方がいいですよ。2日前に風がわかるっていうそういう話ですからね。そういう話。あと2つ目がやっぱモビリティですね、はい、まあ、自動運転になると言ってもやっぱ座るっていうのは残るので。そうですね。で完全に自動運転になるまでってまだだいぶかかるんで、まだ
いつ来るか分からないですよね。10年後なのか、はい、20年後なのか、はい、はたまた5年なのか分からないですよ、ね、結構世の中も何でしょう、その車がどこどこに突っ込んだみたいな話でも毎日やってるじゃないですか、はい、悲しい事件も。でもあれも居眠り運転とか、うん、そのイライラ運転をやっぱ防止できたらですね、まあ、ちょっとこのアプリで、はい、あの運転中になんかイライラしてきたら、うん、ちょっとじゃあフリスク食べようかとか、うんうん、ちょっと音楽かけようかとかですね、うんうん、窓開けようかっていう風になるんですけど、うんうん、今の車ってなんか2時間運転してそろそろ2時間経ちました丸々みたいな、はい、その程度なんですよね。そうですね。でもやっぱり個々人によってやっぱ違うので、はい、疲れるポイントっていうのは、うん、なのでこのアプリでどん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 知らせてくる情報として交通事故がより少なくなるっていう、うんうんうん、安心安全ですね。なるほどなるほど。で3つ目が実はこう一番狙いたいところなんですけど、このスポーツとかアミューズメント、はい、例えば、サッカーとか野球のスタジアムのシートにこれが入っていればですね、はい、今結構声に出して応援できないじゃないですか、うんうん、なのでこの気持ちが見える化されてるシートに座るとそれがバックスクリーンにバーンって出て観客の鼓動がどん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 大きくなって最後爆発するみたいな、はい、それがこう選手にも伝わるみたいなですね、うん、うわそういう新しいスタジアムのこう楽しみ方とかすごいなそれ e スポーツ、はい、にも使えますね、うん、先に来るかもしれないな、はいはいはい、ゲーミングチェアに入れておけばですね、うん、そのプレイヤーのこう鼓動がやっぱり伝わってくるわけです、ね、そうですよね、はい、それ見るとよりリアルですよ、ね、リアル駆け引きが見えるし、はい、で結構アミューズメントパークとかもですね、なるほどね、いうところにも応用が十分できるんじゃないかな。で結局全部ひっくるめると何かって結局スマートシティにつながるんですよ全部、はい、と言いますとやっぱスマートシティで最終的にはそこに人が行って、はい、あのやっぱりより幸福度が上がるっていうか、うん、より健康になるとかですね、うん、元気になるっていうそういうものに全部結びついてるっていうことが言えるんですけど、なるほど、はい、で我々が目指したいのはあのハピネスをやっぱ実現するデータソリューション事業をやりたいという思いでこの3つの領域を決めてこれを開発してる、要するに僕のイメージだとその自分の状況をデジタルツイン化すると、はい、で自分でその自分が気づかない予兆に気づけるようになると、はい、そういうことですよね。そうですね、もう自分が自分を知るってことですね。そうですよね、はい、確かに。あと周りに知ってもらうのもいいことですよね。そうですね、さっき の, あのお医者さんに知ってもらうとか、はいね、そういうのも本当にいろんなことがチャンス広がりますね、はい、そうなんですよ。しかもこれリアルデータとしてもいいんですけど、はい、情報がどん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 トラックあの溜まっていくので、はいはいはい、なのでそうすると進化してきますよね。進化していきます、はい、でパーソナル AI としてどん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 精度が上がっていくんです、はいはいはい、あの時ダーだったっていうのが全部トラックされていくんで、なるほどもういろんな証拠を残してしまうという意味ではどうなんでしょうというのは思うんですけど、うんうん、確かに確かに、まあね、メリットあるところは使えばいいし、あるところは使えばいいし、体の不調とか究極のデジタルツインですよね。そうですね、まあ、天野さんなんか工場のデジタルツインですけど、はい、人間をデジタルツインするっていうのがここまで僕進んでるっていうのはちょっと衝撃でしたね、はいはいはい、本当ですね。なんかウェアラブルでこう皆さん最近よくつけてるなと思ってたんですけど、はいはい、まあ、心拍数とか歩数ぐらいかなと思ってたら、はい、感情までこう、はい、分かっちゃうなんて、はい、ちょっともう楽しみすぎますね、うん、もうこれがある生活とない生活で多分大きく変わると思うんですよね、はいはい、もちろんその不都合な情報っていうのはあるとは思うんですけど、はい、でも多分これで不調の原因が分かったりとか、うんうんうん、特にやっぱお子さんいらっしゃる方なんかは、うん、結構子供もすぐ熱出したりするじゃないですか、うん、とか遠足の日とかね、旅行に、はいはい、その前に必ず予兆が出てるんでそれに気づけるとか、はいはい、あとその教育に持っていけばですね、やっぱ子どもの集中力でそんな長く続かないんで、はい、でそのもう集中が切れてる子にいくら与えようとしてもやっぱ吸収できない、うん、で逆にね、どんな話題振ればみんな集中してくれるのかとか、はいはいはい、はい、営業でもお客さんが買いたいのか買いたくないのかすぐ分かります。そうですね、はい、そう、これはまあ究極です、究極論ですけどね。絶対お客さん座ってくんないと思いますけどね今日は立ってやるわなぜひね、リアルビジネスにつなげてほしいですよね、はいはいはい、うん、使い道の一番近いのはやっぱりそのなんていうんですかね、病気の予兆みたいなのは、はい、これはみんな使いたいですよね。そうですね、はい、僕ももしなんかサンプル版とかあるんだったらもう今日からでもつけてたいですもん、はいはいはい、この開発なんかの話も大丈夫です。ぜひ、はい、ヨッシーから、そう、せっかくヨッシーいらっしゃるんで、はい、あ、そうですね
結構このビジネスは会社でちょっと一回座礁仕掛けた、うん、問題案件に一回なったんですけど、はいはいはい、そこからの V 字回復っていうのをよく知ってる、はい、ぜひそういったことも聞きたいんですけど、はい、どんなところがボトルネックだったんですか？まずですね、さっきあの細いあの電線作りましたと、はい、で2017年のシーテックアワードでコネクテッドインダストリー、インダストリーズ部門準グランプリを取ったんです。ああ、ああ、ああ、素晴らしい。で、お客様からいろいろいいねいいねってこういっぱい言ってくださるんですが、はい、なかなか実需につながらなかったんですね、うん、でその時作ったのはこの電線で、うん、あとそこから先の回路とか、うんうん、そこから先のアプリケーションソフトですね、うんうん、っていうのまでは我々はあの科学の会社なんでなかなかそこまで手当てできなかった。なるほど。ということで、でなかなかその実需につながらなかったと、うんうん、ところがやっぱりその実需につながるには、その、マーケットにですね、転移があるかどうかですね、うんうん。そういったニーズの一つとして、さっき言った介護向けの、ベッドセンサー。うんうん、でこれにいいねってことになって、でそこまでの回路とかソフトも含めたシステムをお客様に提供するようになって、ようやっとこう回り出したというところがございます。うん、はい。まあそこに死の谷があったと思うんですけど、そのリサーチっていうのはどういうふうにされたんですか？いろんなベンチャー企業のニーズ情報をですね、うん、CVC の、ファンクショナル、組織がこういろいろ調べてですね、うんうんうん、で、マッチングして、そこと共同開発するようになったと。うん、なるほどな。でもこれもたまたまなんですよ。ピッチに行ってたら、はい、我々こんなセンサー持ってますって言って、うんうんうん、で一方そのピッチ出てきた会社が、うんうん、いや、ちょっと今センサーの感度が悪いくて困ってるんですよってなって、たまたまピッチであって、うんうんうん、で意気投合したって話。なるほどね。でももっと市場はあってもおかしくない気はしますよね。いや本当に今聞いてるだけでもうどこでも使えちゃうんで、うん、もうめちゃくちゃ儲かってんのかなと思って聞いてたんですけど、うんうん、はい、もうこれ介護ベッドなんてもう標準市場で入れたいですよね。今どんどん普及しているところです。コロナ禍の待機場となっているホテルにも、ね、一部導入されたりしております。あ、そうですか。やっぱそうですよね。もう病院はもうこれ標準仕様で全部入れておかないと、もうぜひそういうふうにしていくような方向ですね、持ってきたいですね、はいはいはい、逆にまあちょっと聞いていいんですかね、お値段的にはどうなんですか？もうだいぶリーズナブルになってきてるんですか？お客様の要望に応じた価格にどんどんですね、はい、落としていって今どんどん採用が進んでるような状況です。はい、なるほど。じゃあもう全然普通に採用できちゃう？あ、もう、はい、今全国に入ってます。あ、そうですか。俺はすごいですね、はい、ただ導入側のメリットは人を圧倒的に減らせるので、うん、確かに確かに、そこでやっぱりペイがあるっていうところですね、はい、かつ、あ、どうぞ。あ、別にこれ寿命があるとかそういうもんでもないですね。ないですね、はい、あ、これはいいですね。いや、もう素晴らしいと思いました。もうよしよ、このビジネス13年かかる。フィルムから開発なんで、そうですね、2008年から13年。こうなかなか三井化学でこう電気系、電子工学系っていうのはかなり、尖ってまして、うん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 、ヨッシーしかいない。ヨッシーしかいないんですか？しかいない。まあ上流だからっていうところもあると思うんですよね。はい、うん、ただこれうまくやっていけば、やっぱりその、なんだろうな、デバリッジかけたいですよね。うんうん、し、その、今介護っていうふうに言われてますけど、多分自動車にもこういったものっていうのは絶対的に必要になってくると。で、自動車って日本だけでも6000万台ぐらいあるわけですよね。はいはい、でその中の 10% 取れれば600万台ですから、はい、それ取れちゃえば、もうめちゃめちゃ利益決めると、うん。で、それグローバルに行きますと、はい。で、こういうサービスまだやってないと思うんですよ。モビリティって。そうですね。うん、なので、次はやっぱり自動車狙ってほしいですよ。競合で、うん。で、キラーアイテムありますよね、自動車ね。でさっきお示ししたのは、実は、上限、使える上限温度が60度までだったんです。はいはいはい、はい。で、それだとなかなか車に入っていけないので、うんうん、実は今、密かにですね、密かってもう、今年の、展示会で公開しましたが、120度でも使えるやつを今、バージョンアップしてですね、開発して、これからお客様にどんどん提供して使っていただこうというところに来ております。はい。なるほどね。だから車用とも十分スコープに入れてですね、展開できるような形にしていきたいなと思ってます。なるほど。これがその今話した、右に温度で縦に、まあ、感度、まあ、感度は下にあればあるほどいいんですけど、うんうん、まあ、他社はやっぱ 40-50 度超えていくとどんどん感度が悪くなっちゃうんですね。競合もいらっしゃるんですね。競合もちろんそらいます。いますけど、まあ、三井化学の強みはさっき言ったの耐熱性、うんうんうん、100度を超えて120度を超えても感度が維持できるっていう、うんうん、こうスーパーセンサーなんで維持できるんですか？なんで維持できるんですか？
ちょっと難しい言葉で非省電性っていうこと、性質があってですね、はい、他のセンサーは温度が変わると、電圧とか電圧が変わっちゃうんですね。よくトイレの前に立つと自動的にポッとこう、あ、はいはい、ランプするじゃないですか。あれも省電効果っていうのを使ってて、人間から発する赤外線を検知して、そこで電荷発生したのを電荷を発生する材料がそこに使われている。なるほど。でそれは省電性材料っていうものであって、はい、温度が変わると電荷あるいは電圧が出ちゃう材料です、うんうん、ところが我々のこのピエゾに使ってる材料は温度が変わっても電荷あるいは電圧が出ない、うん、なるほど、変動しない材料ですよっていうところで、センサーとしては好ましい性質を持っているということになります、はい、それは三井化学さんだからその材料に気づけたのか、競合もやろうと思えばそのロジックを理解してれば入れてこられると思うんですよ。そこら辺どうなんですか？そこについてはもう特許でガッチガチに固めてますんで、 なかなか他社さんも入れないような状況になっている。知財戦略、知財戦略、それは面白い。さすがですね、うん、そういう話は僕大好き。じゃあ競合は入ってこれないわけですよね、60度以上っていうのは。このフィルムを使う限りは入ってこれないっていう。なるほど。ちなみにごめんなさい、競合しちゃうっていうのはやっぱり競合こそ自社の強みを映す鏡だと思ってるんですよね。だから競合も同じ方式なんですか？使ってる材料が違う、うん、なるほど。我々がそのある特殊な材料に着目して、そのフィルム化とかですね、うん、それ大量生産技術を組み上げてきた。なるほど、はい、ありがとうございます。非常に強みがよくわかりました。素材が柔らかいっていうのも結構大事なんですね。ああ、まあ、それはなぜですか？いろんなところにつけやすい、うん、あと座り心地、寝心地に影響出ちゃうと全く影響しないんですよね。これだったら何も感じないです、ね。他社のはわりかしなんでプレート状といいますか硬いんですよ。ああ、ああ、そうするとこう丸みを帯びたところとかには使えませんし、はいはいはい、例えば介護ベッドとかってリクライニングしますよね、こう、はいはいはい、ああいうところにも追従していかないので、うんうん、ただこれだとどこにでも貼れるっていうのが最大の強み。いやこれだって持ち歩きたいですもん、僕、うん、もうずっとつけてこうなんかスマホかなんかで万歩計じゃないですけど、はい、トレースしといて、本当さっきカズーが言ってた何ていうんですか、2日前に体調が下がってるのが分かるとか、うんうんうん、そういうのをしたいですね。はい、これは何だろう、グローバル展開したいですね、やっぱり、うんうん、その日本、まあ今聞いていただいてる中でもこれビジネスチャンスありそうだなっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、もう海外の方が市場でかいんじゃないかなと思いますですね。そういうのに対して多分比較するわけではないんですけど、アクティブですよね、はい、初めての技術なんで、はい、そうですね、はい、そこら辺はどうですか、グローバル展開って。もう考えてまして、うん、当然日本は大事な市場なんですけども、うん、やっぱりお困りごととかその楽しさを追求するっていうのはもう世界共通なので、うん、もう必ずしも日本じゃなくてシンガポールでも、うん、まあ、北米とかヨーロッパも全部含めてですね、うん、でポイントは結局三井化学一社でそんなスケールできないんで、なるほど、まあ、パートナーを探してるんですよ。素晴らしい、うん、やっぱり用途ごとの、まあ、リード顧客も大事なんですけど、やっぱスケールするためにはやっぱりこういろんなところにチャンネルがある会社、うん、そういった会社を今まさに探してる。なるほど。じゃあ商社さんでもいいし、はい、そのメーカーさんでもいいし、そうなんですよ、競合よりもその、まあ、フレキシブルに使う、そうです、接着できるというところが、はい、これも強みだと。そうです。 逆に競合はなんでその柔らかく作れないんですか？いや、似たようなのもあるんですが、うんうんうん、さっき言ったようにこう温度変わると、うん、電圧とか出ちゃうというところ で、うんうん、で呼吸とか、結構低い周波数なんですね、うんうん、で温度変化も低い周波数ですと、うんうん、で要は温度変化がノイズになりやすいと、他社さんのですね、似たようなセンサーはですね、我々はそういったことはほとんど起きないので、うん、純粋にこう呼吸に伴う信号をよりこう SN 高くですね、取れやすい、うん、っていうのが特徴になります。なるほど、そこも強みになってるっていうことですね。そうですね、はい、じゃあその 2個ですかね。そうです、大きく2個です、はい、そのフレキシブルに対応できると、あと感度の良さですね、うんうん、なんといってもで、そこの源流はやっぱり材料メーカーさんですから。そうです、そうです、その基礎開発から最適な材料を使ってソリューションの提供ができると、はい、で、あとはそのエッジというか AI ですよね、はい、AI に関しては外部のソリューションを使ってそこにミックスさせる、はい、でしかもこれ情報が溜まってくれば経験値が溜まるわけです、はいはい、で要するに採用する企業が増えれば増えるほどこのソリューションも強くなっていくと。そうなんです、うん、分かりました。勝ちパターンが勝ちパターン見えました見えました見えました。すごいいい
サービスだなっていうリアルに思いました、ね。で多分パートナーさんからのあのあれですね、ラブコールも多くなるでしょうね。え、結構ラブコール来てますね。はい、これはもう今あの多分爆発的にあの今後ヨッシーとカズを見る機会が増えそうな気がしますよ。そうですね、ちょっと僕らも遅いんですけどモテ期が来たなと。いやでも本当にそうだと思いますよ。これはだってめちゃめちゃ面白いですもんね、うん、そんなところでございますでしょう、はい、はい、そうですね、はい、はい、ということで、はい、あの、はい、非常にねいいソリューションだし、はい、あの今後ともコラボ、うん、していってほしい、はい、そうですね、うん、ぜひ続きよろしくお願いします、はい、お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。拍手で、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。